皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年6月16日日曜日の午後に収録しております。ほっこりカフェチャンネルご視聴くださっている皆さん、ほっこりカフェファミリーの皆さんは、おそらく昨日からイタリア・ミラノから届きますむちゃむちゃ素敵な映像、画像を見て、心をときめかせておられる方もたくさんおられるのではないかなと思います。スノーマン、目黒蓮さん、メメがイタリア・ミラノに渡りまして、日本時間、昨日、6月15日の、日本時間ではおそらく午後9時半ぐらいと思うんですけど、ミラノで開催されました、今回のフェンディ2025年春夏メンズコレクションに、まあ、参加されました。まあ、昨夜からすごく素敵な、まあ、映像が届いております。私も、まあ、昨夜から見させていただいててるんですけども、まずはすごく、まあ、上下セットアップになってると思うんですけど、すごくスポーティーな、ファッション、そしてまたスニーカー姿で、コレクションに出ておられて、まあ、このファッションがこんなにかっこよく着こなせる方っていうのも、まあ、そんなにおられないのではないかなと思いながら、私もまあ、見させていただいて、そしてまたすごく可愛らしい、バケット、そしてバケットについてる可愛らしいリンゴのチャームに込められた、なんかこう、フェンディが、メメを迎えておられる、そんな思いなんかも、なんかすごくなんか、喜びを素直に表現しながらメメが話されてる、なんかこう、動画も見させていただきましたし、でまた私は今回その届いているその映像の中ですごく注目しているのは、コレクションに今回もメメは最前列で席が用意されて座っておられるんですけども、その向かって右隣に座っておられるのが、フェンディのグループフェンディに6月1日付で新たに CEO、最高経営責任者もトップですに就任されましたピエール・エマニュエルさんが、そのメメの右隣に座ってずっとサポートしておられます。でそうで、これを見させていただいて、バケットについてたあのリンゴのチャームには、あなたは私たちの宝物ですっていうなんか思いが込められているそうですってまあメメが言ってましたけど、本当にそれがなんかまあ言葉だけではなくて、新たにそのフェンディのトップに就任されたピエール・エマニュエルさんがメメの隣に座ってしっかりとサポートしておられるということも、もうこれも私すごいことやなと思いましたし、まあきっと皆さんご存知の方多いと思うんですけど、フェンディっていう会社自体は、その LVMH、世界で最大のファッションのなんか企業、もうファッションだけではなくて、まあ、お酒はもちろんですし、時計も、そしてまた香水コスメの方も、もう本当に世界で最大一番大きな、ファッションの企業であります LV、ルイ・ヴィトン、MH、モエ・ヘネシー、LVMH のもう傘下にあります。で、そしてこのピエール・エマニュエルさんという方は、LVMH、その大企業の重役でもあるし、もちろん当然のことながら、そちらの方から、さらにフェンディを発展させるために、フェンディを任されてトップに就任された方なので、この方が、こういう形で、メメの隣に座って、サポートしておられるということは、まあ、おそらくこれはもう急ぐことはないと思うんですけど、将来的には、なんか、私たちが、まあ、見たことがない日本人のスーパースターが、世界を舞台に、どれだけ活躍するか、世界の、本当に世界のスーパースターになっていくかという、ちょっと今まで私たちが見たことがない、なんか、景色、風景を、この目黒蓮さん、メメを通じて、なんか見させていただくのではないかなと、フェンディのトップ、ピエール・エマニュエルさんが LVMH のまあ重役ということもなんか含めて、なんかそのあたり、まあすごく私の、まあ期待、希望にプラスして、まあ若干の、なんか私の
も、まあ、いつもながらの妄想も込められていると思うんですけど、そこになんか一番私は今回昨日から届いた映像の中では、なんかこう、これからのとてつもない可能性みたいなものを感じましたので、まあ、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー、ルイ・ヴィトングループのちょっとストーリーも含めて、そのあたり、このあたりはまだあまりお話しされている方がおられないと思いますので、ちょっとそのあたりに視点を合わせてお話しさせていただきたいと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いいたします。で、まずはこの上下セットアップされているメメのファッションなんですけど、やっぱりこれは私、まあ、今回も見させていただいて、メメが185、186ぐらいあるんでしょうか、身長が。で、やっぱり世界を舞台になんかスーパースターとして活躍するには、身長っていうのはやっぱりものすごい武器に、もちろん180センチいかなくても、もちろん世界で活躍しているスーパースター何もでもおられると思うんですけど、やっぱり身長っていうのはものすごい武器になるなと思いますし、メメがその185以上あられるということは、こっから先、まあ、世界を舞台にスーパースターとして活躍する上でも、まあ本当にまさになんか天が、神様がなんかメメに授けてくださった、なんかこの身長さえも、才能の一つではないかなと、このファッションを見させていただきまして、すごく感じました。で、まだ世界でどこにももう発表されてないっていう、まあ、これからおそらく発売されると思うんですけど、すごく可愛らしいバケットを、まあ、メメが紹介されて、確か日本人のあのデザイナーさんがデザインされたとおっしゃってたと思うんですけど、真ん中には、シルビアさん、シルビア・フェンディさんのなんかイラストも施されてた、すごく可愛らしいバケット。まあ、おそらくこの映像を見られて、ほっこりカフェファミリーの皆さんで、もう欲しい時と思われてる方も多いのではないかなと思うんですけども、きっとおそらくこれから、あの数ヶ月後ぐらいには日本でも、あの発売されるのではないかなと思います。ただまあ当初はまあすぐに売り切れると思いますので、なかなかゲットするのも大変やと思うんですけど、また少し先の将来で、このバケット、あのゲットされたファミリーの方おられましたら、ぜひまた私も見せていただけて、どんな素敵な商品かというのも、ぜひちょっと見せていただきたいと思いますので、欲しいと思われた方は、ぜひちょっとまた発売のあたりも、なんかこう注意して、なんかニュースを待たれていただきたいなと思っております。で、まず私が見させていただいたのは、スリーショットで写真も撮られてたんですけども、ストレイキッズ、スキズの、確かリーダーやったと思うんですけど、バンちゃんさんとまず二人でこう挨拶されてて、確かメメがちょっと聞こえづらかったんですけど、日本語がお上手ですね。いや、とんでもないです。みたいな感じでこう、握手、されてたと、思います。そしてもう一人私ね、ちょっとあんまり存じなかったんですけど、ニコラス・ガリツィンさんという方で、なんかアマゾンプライムですごく人気のあるドラマ、赤と白とロイヤルブルーで、確かヘンリー王子を演じられたそうなんですけど、ちょっとそのドラマも私は存じなかったんですけど、まあ、世界的にかなり人気のあられる方で、そのフェンディの、グローバルななんかこう、メンズの、アンバサダーをされているということなので、もう世界に向けてのなんかアンバサダーをされているということなので、またこの方との出会いっていうのも、またなんかここから先、なんか人脈がなんか広がっていくのではないかなと、思いました。そして、なんと言っても冒頭でお話しさせていただきました。6月、今月の頭に新たにフェンディの CEO に就任されました。ピエール・エマニュエルさん、すごくなんか紳士的な優しいお顔をされてるなと思ったんですけども、この方は、親会社っていうか、このグループの、まあ、あの企業であります、LVMH の確か常務重役だったと思います。で、そちらの方から、さらにおそらく、フェンディを、あの、大きく発展するためを担われて、あの、就任されてると、まあ、思うんですけども、この方が、まあ、ずっとマイメの隣に座って、やっぱりサポートしてくださってるっていうことを、からも、なんかこう、目黒蓮さん、メメに対する、なんかすごくなんか、まあ、思い、あんたは私の宝物です。そしてまた目黒くんは私たちの、なんかファミリーの一員です。っていうような、なんかチャームに込められてる思いをメメが話してくれてましたけど、本当になんかそれが伝わってきて嬉しかったですし、まあ、当然といえば当然なんですけど、そのまあ、フェンディの日本での売り上げっていうのは、どんどんなんかこう、右肩上がりになってるそうなんですけど、おそらく、そのメメがアンバサダー
就任が決まって以降、その曲線っていうのはもうきっとぐっともう爆発的に売り上げが上がったのは間違いないと思います。私のなんか耳に入ってくる知る限りでも、ほこりカフェファミリーかなり多くの方がフェンディのショップに行かれて、いろんな商品の中にはかなり高額のものまで買われたっていう情報が私にも入ってきておりますので、まあおそらくそのウェブが、アンバサダーに就任されて以降、おそらくフェンディ本社の方もまさかここまでのそのメグロレン効果というのがこんな風に現れてるのか、彼がスーパースターで人気があることはもちろん分かってたけど、彼がアンバサダーを務めてくださってるということで、またこれだけの方が実際にこの商品を購入してくださるのかっていうことを、おそらくちょっと驚きを持って受け止められたのではないかなと、まあこれは私の予想なんですけども、なんかそんな風になんか感じます。で、このピエール・エマニュエルさん、LVMH グループの、まあ派遣されて、このフェンディを任されてるんですけど、で、まあ LVMH、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーグループの総帥は、もう世界的に有名なもう経営者であられる、ベルナール・アルノさんっていう方が、この LVMH グループを率いておられるんですけど、まあ、プレジデント誌なんかを読んでたら、しょっちゅう記事になってるのが、現時点で、この今年は世界で最も総資産がランキングみたいなものが、まあ、世界で一番誰がお金持ちかというランキングがよくプレジデント誌なんかにも載るんですけど、1位にもなられるし、もうこのあたり、その株式、ほとんどの方の、まあ、資産というのは、まあ、株式で持ってられると思うんですけど、株価の少し上がった下がったね、その総資産に割り出す金額が変わってくるので、もうほとんどちょっと順位が1位、2位、3位ぐらいで、ベルナル・アロンさんが1位になることもあるし、で、イーロン・マスクさんが1位になったり、またアマゾンのジェフ・ベゾスさんが1位になったり、このあたり1位、2位、3位ぐらいがもうなんか行ったり来たりするぐらいなんですけど、まあこのベルナル・アロンさんももう世界で有数の、資産を持っておられる方であることはもう間違いないです。で、LVMH グループ、モエ・ヘネシー、ルイ・ヴィトンを、なんか一時ちょっとこう注目していろいろ見させていただいたときに、面白いなと思って、最初はこのベルナル・アルノさんが、なんかどちらかの会社の、もちろん LV、ルイ・ヴィトン、で、MH、モエ・ヘネシー、モエ・ヘネシーっていうのはヘネシーであるとか、まあシャンパンを、なんかもともとお酒ですごく有名な会社ですし、もう LV、ルイ・ヴィトンはもう皆さんご存知のように、世界的な、まあすごくまあブランドなんですけど、でこれが合併したんですけど、どちらかのなんかご出身かなと思ったら、ベルナール・アルさんはどちらの出身でもなくて、で元々はなんかファッションと全然違うなんかこう業種、建設業かなんかのお父さんの会社をまあ継がれて、でなんかアメリカに渡った時に、ニューヨークかな、なんか有名な話なんですけど、タクシーの運転手に、フランスの大統領の名前って知ってますかって、なんかこう、アメリカのニューヨークのタクシーの運転手さんにちょっと質問したら、知らんと、そんなもん知らんと、ただディオールだけは、知ってるって、その、まあタクシーのうんちゃんが、そんなもんフランスの大統領が誰か知らんけど、わしらでもまあディオールは知ってるよみたいな風になんか答えたのを聞いて、なんかもう全然発想が変わられて、その後またこのフランスに帰られて、いくつかの企業をこうまあ買収される中で、その先にこのディオールも傘下に収める、ディオールも買収されたところから、大きくファッション業界になんか踏み出していかれたっていうのが、なんかちょっと伝説的な話で残ってて、で LVルイ・ヴィトン、MH、モエ・ヘネシーがこう合併したんやけど、どちらにも代表がおられて、なかなか、まあこういうのって、よくドラマでも描かれますけど、まあ主導権争いみたいな感じで、なんか会社の大きさが8、2ぐらいやったら完全に8の会社がまあ飲み込んでしまう感じになると思うんですけど、もう揉めることは逆にないと思うんですけど、
55であったり64ぐらいやとなかなか難しいと思うんですけど、でこの LB グループの当時の代表の方がこのベルナル・アルノさんをちょっと招いて、なんかこちらペースに持っていこうと思ったんですけども、なかなかこのあたりがうまくいかず、なんやかんやあって、まあこの人の手腕がすごかったと思うんですけど、どちらのなんか代表の方もここから去られるような形になって、LVMH、この企業のいつしかこのベルナール・アルノさんが、まあ、実権を握り、その後も次々と、まあ、企業を買収されて、この世界ナンバーワンの、まあ、ファッションの会社に成長したらしいです。ですので、まあ、このあたりおそらく、もう買収でしていくので、まあ、綺麗事じゃないようなお話だっていくらでも、まあ、あると思うんですけど、で、そのたくさんの、まあ、企業の中に、そのフェンディもそのグループの中の一員として入ってるということで、で、おそらく、LVMH グループの中での、ファッションの方での売り上げの順位で言うと、1位が LV、ルイ・ヴィトン、で2位が、ディオールで、3位が今はなんかセリーヌらしくて、で4位にこのフェンディ、この3位4位ぐらいはなんかほぼ同じぐらいの金額やと思うんですけど、ですのでトップ4のところにあのフェンディが入っていますし、またおそらく先ほど言いましたようにメメがアンバサダーに就任された以降、フェンディジャパンのなんか売り上げがきっと爆発的に上がってると思うので、そういった意味ではこの6月に新たにその CEO に就任されましたピエール・エマニュエルさんも、もちろんその数字を踏まえた上で、このレン・メグロ・レンっていうこのスーパースターが日本でのもう戦略の上で欠かすことはできないし、おそらくここから彼が世界的なスーパースターになんかこう成長していく上で、このフェンディの世界的な顔に、そしてまたいずれはその親会社であります LVMH のなんかこう後添えがあって、なんかとんでもないなんか活躍を見せてくれるのではないかっていうのは、あながちこれは私のなんか勝手なあの希望妄想ではなくて、かなりやっぱりね、私信憑性があることやと思いますので、本日2024年6月16日時点で、まあ単にあのコレクションのメメの横に新たに CEO に就任された、まあピエール・エマニュエルさんが座られたっていうことをもってして、まあここまでちょっとなんか数年後には、うん、このあたりがなんかこうきっかけになって、こんな世界的ななんかスーパースターにまで成長されたっていう、それの原点はあそこにあったんではないかなというのを、なんか自分の中でもなんかこうメモリアルとしてこの動画で残しておきたい、そんな気持ちがありまして、そのまあ CEO に就任されましたピエール・エマニュエルさん、そしてこのフェンディも含むこのグループの企業であります LVMH のまあ総帥ベルナール・アルノさんのちょっと面白いなんか経歴のところも紹介させていただきました。おそらくそんなに遠くなくベルナール・アルノさんとも、メメはなんか面会させていただけるのではないかなと思いますし、今回ももしかしたらイタリアまで来られててなんかお会いされたりしてるのかもしれないなというところまでなんかちょっと妄想をしてしまいました。またこの後もまた次々と素敵な情報が入ってくると思いますので、また皆さんにお知らせさせていただきたいと思いますし、また皆さんのアンテナになんかこう入ってきた素敵な情報もまたコメントで教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。ワクワクしていきます。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。